お疲れ様ですこれこれさ、名誉毀損で逮捕される可能性があるそうです。そうなの ごめん俺日本の事情全く覚えてないんですけどでもこれこれさん名誉毀損で逮捕される可能性は僕はあんまりないんじゃないかなと思っていてこれこれさんってめちゃくちゃね考えて多分配信してるんですよこれは、まあ、これこれさんの配信見てる人はわかると思うんですけどこれこれさんってきちんとしたある程度の確証がないとやっぱ発,発言とか取り上げたりしないんですよねこれはねあの僕すごいなって思いましたえなので、まあ、そう簡単に名誉毀損で逮捕される可能性っていうのはあんまりないんじゃないかなと思ってますで名誉毀損で で逮捕されるのはどういうことかというと事実ではないこと事実ではないことをあたかも事実かのようにばらまいたらえ名誉毀損で、えー、逮捕されます はい逮捕されるというか、まあ、あと起訴されます、はいえー、とー、まあ、これはねまあ、今僕もあんまり言えないんですけどね、はいあのー、まあ、やっぱそういう人は僕の周りでもこれから出てくると思うんですけど、えー、これこれさんに関しては、僕は今、日本の状況が知らないんで、わかんないんですけど、えー、とー多分大丈夫じゃないかなと思います、はい、まあ、これこれさんもね、あの直接的になんだろうな、やっぱあの何かしら証拠がないことを言ったりする方ではないと思ってるんで、それは多分ガセですね。はい これこれさんはストップリ七森さんを取り上げ、名誉毀損で内容証明が届いたそうですが、相手は想像してるだけで捕まりはしないと思っています。えっ、ー、とね、そのこれこれさんの件なんですけど、ちょっと僕、詳しく内容を見てないんですけど、ストップリの七森さんを取り上げて、名誉毀損で捕まるって言われてるのであれば、えー、僕は普通に捕まらないと思っています。な、え、ん、ー、でかっていうと、えっ、ー、と、まあ七森さんの件、まあ、そのね、不倫してしまったとか、まああのいろいろあったのは、えっ、ー、と、事実じゃないですか。 で名誉毀損の構成要件で、えー、まあ事実を適時してもで、事実を指摘しても名誉毀損になるっていうのはあるんですけど、えー、と刑事事件になるとです、ねまあ事実じゃ、事実を、ね、きちんと、ねえー、適時して、それがほん本当の真実だったら、なかなか事件化しにくいので、僕はこれ、これさん、それは大丈夫だと思っています、はいでえーと。やっぱり、七森さんって有名人じゃないですか。有名人なんで、そういうところも踏まえて大丈夫だと思います。で名誉毀損で逮捕されることっていうのは、よほどね、 もうめちゃくちゃゃく悪質ななやつしかいないです、はい、本当に、まあ、悪質なやつっているじゃないですか、世の中、こいつ本当にやべえなっていう、めちゃくちゃ粘着質の悪質なやついると思うんですけど、そういうやつしか逮捕されないです。はい